武器輸出三原則をめぐっては、これまで一定の条件の下で共同開発や平和貢献などに限り輸出が認められてきました。政府の見直し案では、これまで禁止されてきた国際機関に対する防衛装備品の輸出を認めるほか、この場合は第三国への移転についても事前の同意がなくてもいいように緩和するとしています。具体的には去年12月、南スーダン PKO で例外措置として対処した韓国軍への弾薬提供が可能になるというものです。政府は今回の見直し案を与党の協議を経て来月閣議決定を目指す方針です。